ははいいみなさんこんこにちは、えー、レックの吉ですすよろししくお願いします、えー、今日はですね「えー、日照簿記一級のパーフェクト講座」という中で新しくですね、えー、レックの方では、えー、アドバンス講義というのをやっていこうということで、えー、皆さんにですね、えー、ちょっとした魅力のお伝えをですねできたらということで、えー、ガイダンスさせていただきたいと思います。で今皆さんがですね、あのー、ちょっと えー、見ていただいたただものですねこれ私の「日照簿記1級、えー」これの合格証書の、まあ、一部なんですけどね、えー、一番新しいものがどれかな、えー、この辺に150回とかねいう、えー、のもあります、ね。ということで、あのー、まあ私みたいなねおじさんが日照簿記1級受かるわけですから、ねまあ、皆さんが受からないっていうことはないと思うんですよね。 でそういう中でですね今回あの新しく、えー、レックの方でですね、えーまあ、パーフェクト講座の中でですね簡単に言いますとあの今までパーフェクト講座はパーフェクト講座なんです。まあ、ですけれどもあのまあ単純に言うと回数を若干短縮というか。 えー、まあ重要論点中心にですね、えーまあ、トレーニングなり問題の解き方なんかも交えてですね、えー、特にその重要論点中心にですね、まあ、若干スピード感はあるかなと思いますけれども私の方で、えー、消防会計 だけでではなくてですね公募県系の方も実際こうやってね私試験合格してるわけですから何回もねですからまあそういう意味ではあの皆さんにね、えー、合格していく上で最低限逆に言うと1級ですからもう簿記の最高峰と言われるものですから試験を受かるためには逆にこういうところは捨ててもいいんじゃんと捨てる勇気も大事だよというようなことも含めてですねお話をさせていただきたいということなんですね。であ,のあくまでも まあ近年ですねあの3級ま,あまた2級ですね特に2級がレベル上がっているという状況ありますまあですけれども逆に言うとですね2級を合格できるような方においてはですねこれぜひねあの本当に1級についても大半2級の方にですね随分移行していると。 範囲がで,すね、ですから今まで2級でなかったような、えー、連結会計とかいうのもねもともとは1級でやってました、えー、または外貨換算会計なんかももともと1級でやってました、えー、また税効果会計、えー、こういったようなものをですねほとんどが、えー、1級の方で中心的にやってました、えー、そういうのが今はですね2級の方にどんどん、えー、移行していたりというようなことで非常にね2級のボリュームがね上がってると。 いう状況はありますで,ですからなおさらですね、まあ、大学生の方なんかでも就活とかでもね、まあ、2級取りたいと言いながらですねなかなか現実、ね、2級のハードル高いよと言われる方もいると思うんですね。まあ、でもその中で、えー、実際ね2級を合格されてる方多々いるわけですから。 ねえー、そういう上ではぜひね、まあ、私もこうやって、ね、受けられる時はスケジュール的にですねあの、まあ、受けているんですけどやっぱそれなりにプレッシャーは感じます落ちちゃやべえよなみたいなねだからまあそういう意味ではあのやっぱり試験の時に私も問題最初に知ってるわけじゃないんであのど,どうしたら1級の場合はね4科目ありながら1科目最低10点を取ってないといけないわけですよね。 でさららにトータルででででねね科目で70点以上、えー、取らななけければ合格できないわけですよ、ね、だからそういう意味でですねあの、まあ、特にね、えー、講義の中ではあの別にアドバンスだから応用発展的な内容みたいないうふうに、ね、思われるといけないんですけど初めての方でもですねあの別に私講義の中であのこれ2級でやってますよねとか。 今はこういうのは3級でもね少なくとも触れますよねとか例えばですね消費税の処理ってあると思うんですよ。ね、で消費税なんかも税抜き処理とか税込み処理とか、ね、あると思うんですけど今現行としては消費税の処理なんかは税抜き処理これ3級でやるんですよ。で税込みの処理租税効果って使うんですけど税込みの処理なんかは2級でやったりするんですよ。ね でまたあの固定資産の圧縮基調だったりするのもですね二級の段階で直接減額という話なんかはやったりします。ですからそういったことも踏まえながらですねあの一級の全範囲紹介講演ですねえすべてを私吉沢の方で講義をさせていただきたいなと思います。まあそういう意味でですねあのこれぐれもね紹介だけでは一級の試験って受かれません。 ね、でもちろん公言もあっての簿記級なんですよ、ね、でそういう上でまで、あ、3級2級経てそのまま、えー、税理士士だったり公認会計士進ままれるる方いいと思いますでも別にね3級2級1級取って、えー、税理士行かれても全然構わないし、うん、もちろんそのまま税理士の母材をね一発で取る、えー、いいと思うんですよ。ね、ですからまあそういう意味で、あのー、一つ一つのね ハードルまあ段階をねこう経ていただくっていう意味でですねあの日照簿記1級その上ないですから簿記3段なんてないですからねだからそういう意味ではぜひね一、えー、人でも多くの方日照簿記1級ですね、えー、合格目指していただきたいなと思いますね。で内容なんですけれどもあのちょっとですね、えー、スケジュールじゃないですがあの見ていただくといいかなと思うんですね。 ちょっと今ごめんなさい私の背中の方にですね、えー、スケジュールが載っているかなと思うんですね。でこの「日商簿記一級」のアドバンス講義というものにつきましては、えー、基本的に商墓会計を、まあ、あの使う教材についてはパーフェクト講座に変わりはないのであの別にベーシックの方も、えー、このアドバンスの方も教材自体は同じものを使ってまいります。ただ あの何が違うっていうと私が、えー、基本的に消防会計公募原形ですね、えー、全ての科目について講義を行わせていただくとであとは比較的ですね重要はどうしても試験でこういうところ出やすいとか、えー、こういうところがよく出てますとか。 ねえー、そういったところを中心に進めていきますので、まあ、そういう意味ではあの比較的、まあ、1回の講義2時間半なんですけども、まあ、10分ぐらい間休憩取りますけども、えー、そうしますと2時間半で、えー、勝負会計が22回の講義内容ですかね22回で公募原形が、えー、18回ですかね十八回、まあ、若干公募原形の方があの教材自体も薄いと。 いうところもあるんで、もちろん大事な論点ってのはあるわけですよ。あの勝負会計、いくら点数取れても、逆に公募原型であのしくじっちゃうっていう方もいるし、もちろん逆もあります。勝負会計がなかなか思うように点が伸びない。え、ね、なところで、公募原型で逆転というケースももちろんあります。ね、まあ、ですけれども、日商簿記一級の場合は、どうしてもね、一科目、十点以上取る、四割以上の点数取っていただく。 でさらに、えー、全部で70点以上ってことは平均的に言えば一科目あたり18点を取っていかないといけないわけですね。まあですけどなかなかこれ難しいんですよ。一科目18点平均して4科目でまあ全部で72点取るなんていうのはねなかなか難しいんです。ね、ですからどうしてもねあの4科目のうち、えー、2科目ぐらい、えー、20点オーバーを取りたいっていうようなところがあります。ねえー、もちろん。 あのね、いい点取れればそれに越したことはないんですけどもねでそのアドバンス講義の内容として基本的にはあのそうですね重要論点中心にやってきますからとにかく時間さえある時はあのトレーニングですねあのどっちかというと問題の解き方具体的にあのこういう問題が最近には出題があったりするとか ということで具体的にね問題に触れられれば、えー、その触れられる時間をね貴重に、まあ、大事にしていきたいなというふうに思います。でまあ実際これ22回の講義内容文が載っけられているんですけどあの、まあ、ある程度2級でこの例えば最初ありますよねこの出だしのところありますよね。 えー、財務会計とはとか、えー、または、えー、第3章の母規一瞬の一手続きと、えー、税金なんてありますよねこれほとんどねまあ理論的なことは一級ならではなんですけどでも、あのー、税金の話とかね租税効果とか貯蔵品の話とかね、えー、そういったようなところなんかはほとんど二、あのー、級とかでもやっちゃってるのかななんていうところです。 でまた一般商品売買なんてありますけどこういうのも3級とか2級でねあの分岐法とかね3分法とかいうのやってると思うんですよね。だからそういうことも含めて話をしたりしますからあの決してね、えー、アドバンスが難しいなんて思われるとねなんか単純に。 あのベーシックがあってアドバンスがあるっていうとアドバンスってすっげえ難しい内容をやるんじゃねえのみたいな違違います違いまますす私が実際試験を受けててで合格をしているという現状の中であのやっぱり私でもそうですこれは時間的に難しいから飛ばそうかなとかあとにしようかなとかそのの優先順位っていうのは当然あるんですよだからそういう中でもやっぱこれは逆に落としちゃいかんとかねいうのを含めて進めていく。 ということなんですねですからあの今現在ですね例えばあの5回目の講義あたりかな、えー、第八章有価証券とかありますよねでこれってほとんどがですねあの2級の内容プラスアルファなんですよあの今現行では有価証券の項目って3級で触れないんですよ。 昔は、ね、よくあの売買目的有価証券だけは3級でやったりとかあったんですけど今はあの区分改定の上で2級でで級なないいと有価証券やらないんですよその代わりあの2級であの満居有目的再建だったりとか、えー、またはその他有価証券だったりとかそういうものもやるわけですね。だから結構2級の内容プラスアルファという範囲って非常に多いんですね。 だからあの下の方にこれえと下の方っていうのはえこの辺から十二回目あたりで税効果会計とかありますよねでこれも少なくとも今は二級でもあの損金不算入の内容ぐらいの話はもうすでにやっていたりするんですだから科目自体が法人税等調整額とか繰延税金資産とかそういったところは少なからず見ていたりとかね またはその下の方にありますけど、13回目あたりかな外貨換算会計の位置なんてありますよね。こういうんだって。あの決算時の処理とか少なからず2級でも見ていたりします。ただ、まああの1級になるとねそれのプラスアルファという話もあったりはしますねまた下の方で連結会計なんていうのもあの少なからずですね。もうすでに。 えー、2級でね資本連結とか最近の勉強ではねやられてるっていう人もいると思うんですねさらにあの2級の時に商品売買なんかの民一減元益の消去なんていうねダウンストリームアップストリームそういう話も聞いたっていう人もいるかもしれませんでもちろんそういう話も含めて講義はします、ね、ですけれどもそういうところでもう一部は2級ですでに触れてるんだとそういうのも含めて、えー、プラスアルファになってきますね。 で、また下の方でキャッシューロー計算書とかねありますよねなかなかこの辺はね。ちょっと2級ではみたいなところだと思うんですね。また、あの下の方で最後22回目ですか資産除去債務とかあるんですけど、非常にね。1級の試験では固定資産関係っていうのは非常に試験で狙われやすいんですね。えま、これはあのまあ3級でも減価償却やっていたり、まあもちろん2級もそうです。 今現在では2級でリース会計なんかも入っていたりとでそれ以外にもリース会計のところにもありますけどねっ、えー、こ,こ,この辺ですかねありますけどこの現存会計なんていうね内容だったり、えー、または下の方行きまして下の方ですね、えー、この資産除去債務こういうのはみんなけ、えー、固定資産関係なんですね。でまたあの間のねこの本支店会計なんていうのがありますよね。でこういういのはあのー まあかつてはね、えー、ま1、あ、級でもあったところですけどむしろこの「外科換算会計」の2っていう21回目ですかこの辺であの視点は視点なんですけど在外視点とという話を触れたりとかですね、えー、そういういのをやったりしますですでから一通りの全体枠っていうのを1級では消防会計特に問われたりしますから。ね だからまあ総合系の問題がよく商業簿記に出てで会計学は個別論点だったりもちろん理論という話もあります。うん、ですからそういうのを日々ね、えー、触れながらまあ多少ね、えー、スピード感はあるかなと思います。通常のベーシックの方ですと33回商防会計で触れます。 それを22回ですからどうしてもね短縮的なところってのはまあ,あってしかるべきなんですけれどもただ実際私があの試験場で解いていたりする中でやっぱりここはどうしても時間かかるよねとかそういうことを意識しながらですね講義の方は進めていきたいなと。と同時にですねこれ下の方には今度工業簿記原価計算という内容についてのスケジュールですねこれを入れてあります。で、 あの大半がですねやっぱり3分冊「パーフェクト講座」の教材をそのまま使いますのであのそうですねやっぱり第3分冊の方がむしろ、えー、中心になってくるかなと思うんですけど逆に言うとですねあの第1分冊第2分冊の論点こういうところがあの日照簿記1級で取材されたりすると意外にあるんですよ。でそういうところ出るとやっぱりきっちり取らないといけないんですよ。 ね、だからあ,のあくまでも2級の内容プラスアルファですからだから普段から、まあ、今でもそうですけど2級って工業簿記の方は大枠あの試験範囲って変わってきてないんですね。ただあの同じ、ね、範囲部門別って言ってもやっぱり2級でやってきた部門別製造部門補助部門。 なんていう話よりはやっぱ同じね。部門別でも1級になればそのレベルがですね上がっていったりっていうのは当然ありますねまたは総合原価計算連続大量生産のケースですね。絵のありますけど、生産データとか原価データですね。ま、そういったようなところも、やはりあの2級の時の話、プラスアルファというイメージを持っていただくといいんじゃないかなという風うに思いますね。 でまあ、あとは第三分冊の論点、まあ、直接原価計算以降ですね、えー、この辺の、まあ、いわゆる、えー、利益計画の話だったり、えー、予算の、えー、財務所要だったり、えー、または、えー、意思決定会計と、ねえー、そういったところがむしろ一級ならではって言いたいんですけど実際最近の一級の試験問題見てるとあの昔はですねそもそも何言ってんだかよく分かんねえなみたいな。 まあそういう中で点数取ってかないといけないっていうね問題は多かったんですけど最近はむしろ2級の内容プラスアルファみたいないう感じの意識が強いかなという私はですよ私は個人的にそう思うんですけどねだけど現実まあ私こうやってね何回も受かってるわけですから合格してます。いいんですよ1級何回受かったったてね あの別に上から何パーセントしか受からせませんというよりはあのちゃんと点数出るわけですから、ね、だからその点数出てる人に対してあのその能力というのがありますよっていう、ね、認める試験ですからだからそう思ったら皆さん是非ですねせっかく3級2級まで経ていただいたんであればやっぱどうせなら、ね、最高峰の1級取ってみたらどうですかということです。 とということなんでこの「アドバンス講義」っていう内容自体はあの一応レッグの中では「パーフェクト講座」ということでお申し込みいただけるとその中でいわゆるベーシックまあ基本となる講義ですね、えー、紹介担当講演担当みたいな感じで33回33回といったベーシックの講義があります。 でそれ以外にですねあのこれはもうパーフェクトをお申し込みいただいたパーフェクト講座をお申し込みいただいた方についてはあのいわゆるこのアドバンス講義、えー、これもご視聴していただいていいですよという、まあ、ある意味特典みたいなところありますから、ね、でそこで、まあ、私が絵ならし紹介内容でも講言内容でも、えー、全体でね、えー、講義をしていきますんで。 1>, で1回あたり2時間半という時間ですけどもただできるだけねその中であの具体的にその、まあ、例題は例題でね、えー、触れていったりはしますけれどもただあのその中でトレーニングとか問題の解き方じゃないですけどねコツとかいやそれはメモしてたら遅いよとか、まあ、そういう話も含めながらですね、えー、講義行っていきたいなというふうに思います。 ということで、えー、ぜひですね一人でも多くの方に、えー、日照簿記1級簿記の最高をですね、えー、合格していただきたいというのがあるんで、まあ、今回ね、えー、説明をさせていただきたかったということですね。まあ、ぜひ、あのー、ねレックの簿記講座ですね、えー、日照簿記1級お申し込みお待ちしております。よろししくお願いします。